今年こそは勝つぞ。本当に毎回毎回もうクソ寒い中来てさ、大輔は何レースに出んだ。大輔は50女のエンタメ誌黒ずきんが役の黒ずきんでございます。さあいよいよやってまいりました、年末の大一番でございます。スーパースター王座決定戦トライアル、今日は初日でございます。2021年12月27日さあなんでですよ、初日に私がわざわざ行ったかと言いますと、養分になるって決まってるのに初日なんて分かんないじゃん、エンジンの調子とか。理由はこちらです。私8月の15日に伊勢崎オートレースでマジコさんとコラボする約束をしていたのに、また例によって約束を忘れてたっていうので、もうちょっとマジコさんを怒んなかったんだよね、マジコさん本当に。ということで今日はマジコさんに謝ってもう一回コラボしてもらいたいと思います。ではマジコさんに謝りたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。すいません。もうしょうがないね、本当に本当にすいませんでした。本当にごめんなさい。頼むよ、すいません。痛い痛い痛い、頼むよ本当に。すいません本当に。これまだ私だったからよかったけど、これ他の人だったら大変なことになってたよ。本当本当すいません、本当すいませんでした。これからもコラボしてください。よろしくお願いします。しょうがないね。お願いします。じゃあまた、じゃあ頑張ろうね。やったー、川口捨之助最高。21年を締めくくるスーパースター王座決定戦のトライアル戦の初日でございます。第11レースが始まります。人気は1枠青山周平選手、2枠荒尾聡選手、3枠伊藤信夫選手、1、2、3の組み合わせ、こちらが一番人気となっております。さあ初日の青山選手はどのような走りを見せてくれるのでしょうか。ランプが消えます。スタートまで3秒を切りました。第11レースのスタートです。アラオー、あれ、おい、おいおいおい、すごい勢いで来たぞ。さすが強い。ダントツだろこれ。おい、アラオ何やってんだよ、アラオ。ああ、だよ。しばらくでもいいんですけど。いや、負けろ、本当によ。アネコ。ああ、これは。
これ。さあ先頭1番青山周平選手です。さあ初日スーパースター王座決定戦トライアル絶好調。今回コラボをさせていただきますのが競馬系 YouTuber のマジコとあそぼうさんです。マジコさんの動画はこんな感じです。してきたんでもうバッチリ大丈夫です。今日は間違いなく勝てます。私マジコさんの編集がめちゃめちゃ好きなんですよ。本当に編集が上手、そしてバラエティ寄りの編集っていうのもいいんですよね。マジコさんは地方競馬を中心に動画を上げられていまして、競馬は本当にお詳しいのでぜひ皆様見ていただきたいと思います。いや今日からスーパースター始まったよな。ココさんにもらったタオルで大輔の応援だもんね。あれ黒ずきんさん、はいはい、今日何撮影今日、はい、カメラマンさん来ちゃった。やってる、はい、おい見てるよ見てるよ。この前のなんだっけ あれねあれ見たよ。あれ見てねえだろ絶対。おたくん何登録者増えた。いやあんま増えないかな。どのぐらい。3000人、はい、あんま増えてないね。やってる割にね。あ、そう。ガタ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 よ。意外と頑張ってんだけどね。そうなんですよ。もうオタクで3000人くんだったら俺も2万人ぐらい行っちゃう。行っちゃう感じ。行くわけねえだろ本当。あ、そうです。俺もさ、これどう？これ、俺もこれ大門チャンネルでさ、どう？これ西部警察みたいにこうね。こうちょっとバキューンだ。バキューン、ね、ギャルのハートめっちゃ出せ超出せかっこいいです。ギャルのハートをねバキューンワンダフル、ね、もうワンダフルやっちゃうよ。もう本当にうぜやってから。うぜおーすごいですね。これうぜーすごいお似合いだからさ。うぜーすごい。俺も YouTube だからもうやっちゃうからもうバッチリだよ。もうレーサーの方の勝負服だそうでございます。これを着てボーンってこう、ね、乗る。2番になって今日大輔2番だから。おうというかこれあれ長井の、ね、サインがあれどこだったっけな。どっかに入ってない大輔のサイン後ろとかに入ってない。視聴者の翔太さんからいただきました。ありがとうございます。来たぞ大輔。おい今年こそ優勝しろ大輔。本当にお前初日で私が来ないと思ったお前油断してんじゃねえぞ大輔。よしよしよし大輔頑張れ大輔おい大輔どうなのこれ全然見ても分かんないけど青山すごかったぞ。青山大輔外走ってんな。分かんねえな。ビッグ車さんいればな。ほんとあ相変わらず全然分かんねえぞ。さあ12レースが始まりました。永井大輔選手は2番車ですね。1番車篠原選手、もちろん一番売れてるのは4番車の鈴木圭一郎選手です。やはり4番車の鈴木圭一郎選手から売れてますね。永井大輔選手の組み合わせは2番、4番、3番永井選手、圭一郎選手、そして黒川京介選手ですね。分かんねえなこれ。なんか大輔外走ってんのかな。
さこれ分かんねえぞ、初日とか分かんないにもかかわらず青山すげえな、やっぱ出てダントツだったよね。なんかボートレースみたいなことになってたよね。すげえな青山。散々悩んだんですけれども、思想が 3.26 の一番峠の鈴木圭一郎選手の4枠の鈴木圭一郎選手が負けたっていうのはあんまり私記憶がないんで分かんないですよ。素人なんで、素人の予想でございますので、プロの予想を聞きたい方はここを飛ばしてください。そして2着は、まあ、永井大輔選手応援しているということで、でも私は黒川選手の方が来るんじゃないかというふうにね思ってます。はい、そして3着が、永井選手、黒川選手、そして中村雅人選手、有吉選手。中村雅人選手はね、8周回とか言うと絶対に追い上げていくんで、これはもう中村雅人選手を入れなきゃというふうに思いました。その他の買い目はこういう感じでございます。はい、車検の方購入させていただきました。やはりね、せっかくねこのココさんからいただきました永井大輔選手のね応援のタオル持ってきてますので、まず永井大輔選手を頭に購入させていただきました。こちらの車検でございます。はい、永井大輔選手頭2番、3番、4番、黒川選手、鈴木圭一郎選手、そして3着が3456、黒川選手、鈴木圭一郎選手、若井選手、中村雅人選手の車検でございます。でやはりですね、鈴木圭一郎選手、思想が一番時計26、そして青山選手が言ってたので、やはり圭一郎選手の車検は買っておいた方がいいかなということは、山陽オートレースのビッグ社さんから私学ばせていただきましたので、こちら圭一郎選手が頭の車検がこちらでございます。4番が頭、鈴木圭一郎選手、そして2番3番永井大輔選手、黒川京介選手、それから2番、3番、6番、7番、永井選手、黒川選手、中村雅人選手、有吉選手の車検でございます。それから夢車検買わせていただきました。で黒川京介選手、スーパースター王座決定戦初出場でございますからね、すごいです。というわけで応援も込めましてこちらでございます。はい、黒川京介選手が頭でございます。黒川京介選手1着3番、それから、鈴木圭一郎選手2着、永井大輔選手3着のこちらの車検でございます。さあこれが量と出るか吉と出るかということでございます。頑張れ大輔、頑張れ大輔、大輔頼むから大輔優勝してくれよ。もうスーパースターでいくら使ったと思ってんだよ本当。さあいよいよ第12レースが始まりました。スーパースター王座決定戦トライアル戦、本日初日でございます。さあ私購入いたしました車券でございますが、まず永井大輔選手頭2番、そして3番、4番、3456の車券でございます。黒川京介選手も買っております。そして鈴木圭一郎選手が頭4番、そして2番、3番、2367の車券でございます。それから夢車券、黒川京介選手が頭2着、鈴木圭一郎選手3着が永井大輔選手という車検でございます。さあどうなるのでしょうか。ギャンブルは始まるまでが天国、始まってからはいつも地獄。お手持ちの車検をお確かめになられて天国にいる気分を味わってください。さあ永井大輔選手2枠からですからね、本当に行ってもらいたいです。どうなるのか本当に分かんない、つうかもうマジで寒い、本当に寒い、早く帰りたい、勝って帰りたい。さあいよいよ始まります。青灯、小灯、ランプが消えます。スタートまで3秒を切りました。第12レーススタート、大輔、まあ、黒川が行った、あ黒川、いや黒川ある、黒川ある、あれーと、あー抜かれちゃった、抜かれちゃった、大輔、おーい、あちょっと待って、位がない、位がない、位がないって、位がないよ、おーい、6だね、6、マサト頼むから抜いてくれよ、マサト、マサト抜けって、篠原のこと抜けよ、マサト、マサト、マサト、マサ
サト、マ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 サト、頼むからマサト、マサト、はい、よし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 、あるあるある、おーい、これ勝った、勝ったね。何倍ついたら、何倍ついたら、何倍ついたら、何倍ついたの、5700円ついたぞ、本当に。あー、よかったよかった、ついたついたついた。おーい、ステノスケ、お前なんか今日はなんか嬉しそうだな、お前な、黄色ビニール袋かけてな、おしゃれしてな。今日のお前のおやつは、おー、結構ハズレ車券入ってんな。私ね、これ外れたんだけど、でも換金できるから、これはお前のおやつとしてくれてあげて。あれ、ごめんごめん、はい、ステノスケおやつあー、嬉しいよ。なんか私スーパースターで払い戻しとか初めてなんじゃないの、払い戻しするの、スーパースターで。これいいんだよね、払い戻しして大丈夫だよね。うわー、嬉しいわこれ。はい、いくら出てくるのかな。あー、嬉しいよ、本当に嬉しい。はい、初日でございますが、私取らせていただきました鈴木圭次郎選手、頭、そして2着が黒川選手、中村正人選手勝っててよかったということで、本日は勝ちということでございます。はい、イエイ。いやー、よかったよ、初めてなんじゃないの、このスーパースター王座決定戦のこのシリーズで勝ったの、本当に。あー、大輔大輔大輔、やってきました、おしん